こんにちは、ヨッシーです。50代身寄りのない私が家を見つけるまで、本日第16弾新宿です。今から、キャンプ用品が置いてあるお店に行こうと思っています。空き家無料浄土を探していたんですけど、まあ、ただタイミングでないこととか、縁がある場所が見つかっていないということだと思うんですけども、なかなか条件に合うところがないので、なんかキャンプ場で、生活しながら自分が求める家を探すのも悪くないなと思ったのです。今のところ出るのあと1ヶ月ということなんですけど、もうこれは諦めてキャンプ場にするとかテントをするとかいうことではなく、むしろそんな中で自分と対応しながら、諦めて仕方ないからとか、そういう気持ちで決めるのではなく、ゆっくりじっくり自分が納得するところに行きたいと思ったからです。もちろんキャンプに興味がなかったり嫌だという気持ちがあるなら、実行しません。とりあえず、視野を広げてみようと思いました。そんなことで今から行ってきます。今日も即興をお届けします。うわー、転がっていく転がっていく、どんどん転がっていく。うわー、崖だ。ビヨーン。あ、道が見えた。道があった。よかった。今日もありがとうございます。みんなに雪崩のごとくたくさんの幸せが訪れますように。ではヨッシーでした。またね、バイバーイ。